回のキャンプは、昨シーズン3回訪れた我が家のお気に入りのキャンプ場、マウントレイクキャンプ場へ。目の前に湖が広がるレアな区画が取れたので、どんなキャンプになるか楽しみです。マウントレイクキャンプ場、空からドローンで撮ってみた。フロントでチェックインを済ませて、サイトまで誘導してもらいます。ドローンの飛行も許可していただいたので、後で安全なところで飛ばしてみます。サイトに到着。夢の計算サイト、やった。パーキャン、サイトの目の前が湖。なかなか取れなかったんだよね。設営開始。の配置、右手前の花壇にまだ花が咲いていないのが残念。でもテントの前のこの眺望で帳消しだ。テントは安定のウトガルド。地面がしっかり整地されていて、テントがかなり綺麗に張れました。我が家の庭、 SA で買ってきたパンでランチタイム。最高かよ。一泊なのがもったいない。ではそろそろドローンを離陸。お次はソロキャン用テント、ユドゥンの試し張り。このキャンプ場はテントの数の制限もなく良心的。左奥はノルディスクのアスガルド。湖岸にノルディスクが並びました。
2弾は高台にあるマウントサイト。中央の立派な建物はグランピングが楽しめるテラスハウス。湖の近くは湖畔サイト。日が暮れる前にふわりくんと城内の散歩へ。キャンプ場内には自然がいっぱい。テントに戻ってきました。にこもります。少し早めの夕食。なんだか盛りだくさんな一日でした。一泊しかできないのが実に惜しい。皆さん、おはようございます。朝も最高だ。最後はドローンの空撮で。ふわりくんもお疲れ様。ふわり、あれ、終わり。